でじいちゃん買ったってドストライク本当にやった、ありがとうございます。トラッシュさんかわいい、ありがとうございます。嬉しい。黄金さんかわいい。ゆいパパさん服ありがとうございます。ヘブンさんかわいい、ありがとうございます。デニムジャケット、デニムジャケット結構なんかまあ春っぽい感じになっちゃうかもしれないんですけど、そうジャケットだとね、そうでもなんか色が春っぽくないからいいかなと思って、これ可愛くて、そう、言ってた気がするけど違う服かも、いやでも多分これだと思う、新しいやつだから。ちょっと言ったかも、これヘザーですチケさんかわいい、ありがとうございます。イエーイ、お気に、これは結構大きめなんですけど、こうやって抜いて切るのが好きです。私はじいちゃん結構こうやって抜いて切ること多いかも、じいちゃんに限らずあのダウンとかもこうやって着ちゃうかもしれない。みやさん似合う、おっちゃんかわいい、ありがとうございます。ヘイブンさんキュー、ありがとうございます。ボイッシュな、そうこういうお洋服が結構好きです、私は、うん、こんな感じ。ただね今日お話し会で思ったのは、暗いだから全然暗かった洋服が分かったかな、見えたかな、ちゃんと私の画面だけ暗く見えたのかな。バナナさん服、みかんさん服、ありがとうございます。髪型これ結構お気に入りの髪型なんです。これ可愛い時も使えるんですけど、かっこいい系でもこの三つ編み使えて、そうヒューヒュー出すわけじゃなくてこうキチってしてるのが結構なんかこうダンサーっぽい感じが好きです。ヒロさん服、 QT8G さん服、ありがとうございます黒い服だなって思いましたね、思った。もう一個がもう載せたんですけど、ツイッターにもインスタにもが、ワンピースです、うんです。それでバケハみたいなカプターダンサー、そうダンサーになっちゃうチョコちゃん目の前にするとうまく話せ、うそバイさんでもいっぱいお話できた気がする。アリスちゃん流れ星ありがとうございます。この服でポニー、そうポニーテールにもしようと思ったんですよ、高めのストレートのなんですけど、あのこの前忍者もポニーだったし、巫女さんも一つ結びで、なんか最近ポニー多いなって思ったので、ちょっと これにしてみました。お魚さん音符いっぱいありがとうございます。ありがとうございます。そういろんな髪型を楽しんでいただけたらなと思います、服装もですけど。トパンさん服ありがとうございます。そうなので今回はこれにしました。ポニーも迷いました。あとはストレートのハーフアップも悩んだんですけど、もう一着をお団子って、こうもう一着が結構首があのあったので、首つまなのでなんかアップにしたいなって思ってお団子にしたんですけど、そうするとあのストレートには戻せないなって思って諦めましたトパンさん服、なっちゃんラブレター、ありがとうございます。そうお団子、お団子を久しぶりにやりましたかき上げ前髪ね、かき上げはやったことないかもしれない、普通にデコ出しとか前髪こう流すとかはやったことあるけど。みーちゃん服、トミーさん流れ星、レグレスさんかわいい、ありがとうございます。そうこんな感じで結構好きな感じで、これ今後春とかに着れるかなと思って、この色が欲しいか、なんか一目惚れしちゃって欲しかったっていうか、なんか持ってなくて形がすごく可愛くて、これこうやって着るとほらなんか襟がなくてなんかフード出したら可愛いなみたいな思って買っちゃった気がする。そうやっと見に来れた、ありがとうございます。インスタのお団子姿めっちゃ可愛い、やったありがとうございます。おっちゃんキュンキュン、レグルさんキュンキュン、ありがとうございます。ネテルさん服ありがとうございます
そう、パーカー大好きなんですよ。さきさん、ビギナー初見です、ありがとうございます、こんばんは。おっちゃん、いいね、ありがとうございます。レグルスさん、キュンキュンキュン。みやさん、かわいい、ありがとうございます。そうなの、ダボダボダボっとしてるんだけど、これ中に結構厚で着てもかわいいかなと思って。誠さん、服ありがとうございます。パーカーが好きだからパーカーに合わせたいなと思って、ちょうどこの時着てた、これを買った時に着てた服が多分アイボリーっぽいパーカー着てたんですけど、それがフードここで着たら可愛いなと思って買いました。誠さん、服、トミーさん、だるま、ありがとうございます。そう、パーカー女子、パーカー大好きです。服に濃いめのリップ、もうね、リップ取れちゃった。なんかちょっとなんだろう、暗めなボルドーっぽい色のリップがちょっとなんかおすすめあったら教えてほしいです。結構私いつも、うん、なんかボルドーっちゃボルドーだけど、なんか明る、結構赤めな感じの結構つけてることが多くて、で今使ってるのがあのビーアイドルのツヤプルリップ、ウルツヤリップのあのわがままプラムというものを、色を使ってるんですけど、わがままプラムもあとほんのこんぐらいしかなくて、そう、なんかいいボルドーのやつがあったら教えてほしいなって思います。トミーさん、だるま、みゆらちゃん、かわいい、ペンライトもありがとうございます。そう、ロムランド、なんか画像付きとかで教えていただけたら嬉しいです。ロムランド、ロムランド、あ、結構メンバー使ってるかも、これメンバーこれ使ってる。なんかボルドーってどんなボルドー持ってんのかな。なんかさ、こう見るのとさ、つけるのってやっぱ違うよね。これかな、ジューシー、え、ただいま混み合っておりますって言われたんだけど。これかな、これみんな使ってんのかな、みんな同じやつかな、わかんないけど、ちょっと試してみます。17番、これ17かな、あ、17だ。え、かわいいかも、なくしたらもう終わりそう、みんな持ってるから。ワフさん、服、 FJ さん、服、ありがとうございます。テルンさん、タコ、ありがとうございます。結構私は明るくなるので、なんか暗い、私今日朝そのキャンメイクはつけたんですけど、その後もずっと B アイドルしかつけてないのに、わがままプラムしかつけてないのにこの色なんですよ。結構明るくなっちゃって。トミさん、ペンライトありがとうございます。だからボルドー系か、なんかこういう結構最近大人っぽい服装することが多くて、大人っぽいのって結構ボルドー系の色じゃないですか。だから欲しいなと思って、そう、探そうって思いました今日。なくなってきちゃって、お仕事上がらせていただきやすい。そうね、いろいろまた研究したいと思います。今持ってるリップが、あとはどんな色なのか一回試してみたいと思います。通知気づかなかった、あ、2回目だ、いや、そんなことないよね、2回目でも通知来るよね、すぐじゃなかったら。バナナさん、キューピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。血の巡りがいいの、わかんない、色わかんない、なんかすぐ色なくなる。クロスか、おやすみなさい、お作ろ、深夜さん、服、ありがとうございます。お作ろです。またお話し会よろしくね、お話し会また待ってます、ありがとうございます。次は2月、2月待ってますね。みんなミュージックブラッドよかったよって言ってくださって嬉しかったです、ありがとうございます。ベレー帽を見つけていただけたでしょうか。ヘイブンさん、ラブレターありがとうございます。
今日初め今日お話し会で初めてドアップしてもらったけど、なんか良かったらまたお願いします。またあの言ってください。言ってくだされば結構何でもするかと思います。トミさん、流れ星メリダさん、服ありがとうございます。こいちゃん結構なんか4部の服装も結構大人っぽくて好きだけど、なんか大人こっちの服は単純に好みで大人っぽさはないよね。若って感じ。若いんだけど、10代っぽいんだけどさ、服装的には。20代も着るのかな、分かんないけど好きですね。4部の方はなんか何タートルネックっていうのかな、ああいうのってこれぐらいなんだけど、そのジャケシャのに似た衣装、違う、ジャケシャの衣装に似た私服この前着たんですけど、その時もあの襟がちょっと長めで、そこにネックレスしてるのが好きで可愛くて、そう今回もしちゃった。ヘブンさん、ペンライト、メリダさん、服ありがとうございます。トミさん、流れ星ありがとうございます。でもこういう系の衣装が来たら私は湧きます。好き。でもあんまりこういう系なさそう、こういう系のイメージがなさそう、私の。どうだろう。ヘイブンさん、かわいい、ありがとうございます。そう、あ、そう、それで4部の衣装の方、あ、4部のお洋服の方に白のブーツを合わせました。届いてよかった。白意外と、あ、白履きたいなって思うことあるから、そう、しかも春っぽいお洋服にも合わせれるからいいなって思いました。トミーさん、だるま、お魚さん、拍手ありがとうございます。ちゃんと履けました。写真で見たらめっちゃ可愛かった。あ、よかったです。友玉さん、可愛い。高弘さん、ゴーゴー。ネロハイさん、キュンキュン、ありがとうございます。キュンキュン、ありがとうございます。勝手に今日はズボンだと思って4部の服見て今日は着てないなって思っちゃった。そう、そのズボンもこの色なんだけどさ、そう、あれはまた別で着ます。ヒロシさん、ブラボー。デロハイさん、キュンキュン、ありがとうございます。トミーさん、だるま。ヘイブンさん、尊い。ヒロタンさん、ニオン、ありがとうございます。案外スポッと入った。そうですね、あんまりなんかきつって感じではなかった。意外とスポッぴったりって感じ。あ、そう、4部のお洋服は瞳とお揃いだったの。そう、瞳が「それダスリンでしょ」って言ってきて「え、そう」って言ったら「私も思ってる」って言ってた。そこで知りました。瞳が言わなかったら知らなかった。 FJ さん、服、みさん、だるま、ありがとうございます。ひろしさん、鍋、ありがとうございます。偶然、そうです、そうなの。靴脱ぐのも大丈夫だった。あの、こう足だけでこうやっては脱げないけど、こう持ってこうやってスッて抜ける。そう、チョコちゃんに名前呼ばれたい。かなぽんさん、ありがとうございます。そう、スニーカーみたいにこうやって脱げないけど、そう。トミーさん、だるまもまま、ありがとう、だるま、ありがとうございます。ブーツは結構そういう脱ぎ方ですよね、こうやって。15分経過しました、ありがとうございます。イエーイ。そう、なんかいい買い物できたなって思いました。168、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あと1ヶ月ぐらい、まだかで200日になりますね。やったね。アリスちゃん、バラ、ありがとうございます。ピューランドのやつ可愛すぎて保存した、ありがとうございます。嬉しい。どれだろう、ピューランドのどれだろう。ありがとうございます。やった。あの靴、人によっては1日入って歩くと最後の方痛くなるから気をつけ、そうなの？
どこが痛くなるんですか。いつもブーツで結構歩くこと多いんですけど、どこが痛くなるんですかね。私この前黒のブーツを新しくしようと思って買ったんですけど、あのこう足つくじゃないですかって、ブーツってここら辺じゃないですか、ここら辺がめっちゃ擦れて、めっちゃ靴ずれして、本当にびっくりした。かかとがやばいんだ。そうなんだ、ひろたんさんペンライトありがとうございます。そうなんだ、かかとなんだ。靴ずれですか、靴ずれって言ったっけ。疲れる、痛くなるんか。トミーさんキュンキュンありがとうございます。そうなんだ。じゃああんまりあの長く歩くときは履かないようにしますね結構最近は新しい靴ばっかり買ってしまって、あのこれに合わせた、これにあのアディダスの靴合わせたんですけど、新しく買えたんですよ、アディダスの靴。もともとアディダスの靴だったんですけども、ボロボロになっちゃって、あこれみたいな感じで、雨の中でもなんかあんまりこう中まで染み込んでこないような黒のスニーカーが欲しいなって思ってて、ちょうど見つけて買っちゃいましたね。即買いしちゃった。おっちゃんみかん、ヘブンさん服、トミーさんだるま、スタンさんかわいい、ありがとうございます。そう、あじゃあ載せますね、今ツイッターに載せます。ツイッターに今載せたいと思います。載せますね。載せた。載せたよ。一番にいいねします。できたかな？載せました。最近買い物本当に多い。やばいよね。使いすぎてるって思ってる。まあ靴をめっちゃ買ったかな最近だと。セットアップっていうよりかは、まあ、セットアップにしたって感じかなセットアップで買ったわけじゃないんですけど、そう、あと思ったよりジャケットがね長くて、なのでちょっと脱ぎました。ひろしさんめっちゃ可愛い、ありがとうございますそう、ランニングシューズも買っちゃって、最近また結局買ったんですよ。買ってブーツも買って、その黒のブーツも買ったし、そのこの白のブーツも買ったし、アディダス の, そのスニーカーも買って、白の厚底も買った。やばい買いすぎてる、やばいよ。でももう当分靴は買わないかなって思ってる。トミーさんだるまありがとうございます。あんまり同じ系統のというか、なんかもうボロボロになってきちゃったから変えようと思って、もともとこういう靴履いてたんだけど、そうシューズケース早く欲しい。ブーツを入れるシューズケースが欲しいです。うん、まだ買ってない。そうなの、そうだね、大事には使う。そうそうそう、常の坊さんみかんありがとうございます。とっちゃん服ありがとうございます。春になったらパンプスとか履くの。あ、パンプスは持ってないです、一個も。パンプスはなんか靴ずれしそうで履かず嫌いです。パンプスあんまり履かないです。履いたことはあるけど履かず嫌いです。とっちゃん服、よっちゃんキュンキュンキュンありがとうございます。高弘さんキュンキュンありがとうございます。そう、しかもなんか今使ってるやつが欲しいってなっちゃうんですよ、結局今のが良くて。トミーさんだるまありがとうございます。そうなの、沖縄行くため無駄遣いは我慢。おー偉い偉いよ。トミーさんだるまままままま、ありがとうだるま、ありがとうございます。
私はよし今月は使わない、あまり使わないようにしようって1月の初めに思ったくせにいっぱい作ってしまいました。まあきっと2月は大丈夫でしょう。もうこんだけ靴買ったから、洋服も買ったし、大体お話し会のも揃ったし、きっと大丈夫な はず。って思うじゃん。やめてやめて。まあコラムのライブ行くために今毎日のリバイトしてます。ありがとうございます。頑張ってください。早く会いましょう。あ、緑、そう緑、この緑好きで、でもこの緑あんまりないから、そう恐竜にした。ヘイブンさんいいね、ありがとうございます。絵文字ね。2月にまた欲しいものが出てくるかな。なんか最近あんまり物欲なかったんですけど、あでも1個そのピンクのパンツは欲しいです。春に着たい。それに合わせるトップスも買ったんですよ。ただね、たしみさんキュンキュン、ありがとうございます。そうそうなの。あとねコートもまだ買ってない。結局ね、ダメよ。深い緑のソックスでめっちゃ使いやすいし、この緑が好きだから、この緑が最近すごく好きで、もうこの緑ばっかり買っちゃってる。いやいや、この前も買ったって思いながら。携帯の充電器は買いました。コードも買って、うん、ヘイブンさん欲しい、ありがとうございます。まあなんか壊れちゃったらしょうがないと思うんですよね。ガッチャン似合う、ありがとうございます。そう、私はもうなんかコート買わなくてもいけるかなって思っちゃってる。思っちゃってるよ。竹脇さんも頑張って働いてください。はい、頑張ります。ライブ頑張ります。不思議と色ハマる時期ある。でもあんまり今までなかったんですけど、この緑めっちゃ最近好き。そう、うん、寒い時期終わりそう。結局ね。あんまりなんかこれっていうのが見当たんなくて、この前も見に行ったけど、ポールさん流れ星、トミーさんだるま、ありがとうございます。もうどこだっけ、ザラに行くしかないって思ってます。一目惚れというか、ザラのは可愛かったから、ただボタンが一個なのが気になる。コラム T シャツ緑のやつ、でも緑、私が緑のやつが出たら着ますけど、緑のやつって結構好みとか出ません。あんまりイメージないよ。今何話そうと、あ、そうそうそう、私結構なんかこういう緑とかも好きなんですけど、原色が好きで、好きとかなんか自分に合ってるなって思っていて、この色好きって言ってる時のチョコちゃんがすごいキラキラしてる顔です。ありがとうございます。そうで、私服でオレンジの色はロープウェイでオーダーリン踊ってる時がオレンジのトップスだと思いますね。トミーさんだるま、ありがとうございます。そう、恋チュンの衣装が原色じゃないですか。で結構その恋チュンの衣装似合ってたよって言ってくださる方が多かったんですけど、イコラブの衣装って原色がないんですよ。そうだからなんかいつもとは違うイコラブが見れたんじゃないかなって思いますね。そう、個人的にははっきりパキッとした色が好きなんですよ。し、薄いよりか濃い色が好きで、うん、そう、パステルカラーが、パステルカラーの方が女の子はなんか好きというか、可愛い女の子で可愛いなって思うけど、ケンパチさんキュンキュン、ありがとうございます。恋チュンの衣装は原色、もうザ原色っていう色だから、そう似合ってるって言っていただけて嬉しかったです。そう。
服結構好きなんだなって自分でも思う。平畑さん服、ヘイブンさんキュンキュン、ありがとうございます。顔色明るくなる。ああなるほどね。めっちゃ好き。似合ってたって、ありがとうございます。こういう色も好きなんだけどね。こういうなんて言うんだろうね、淡い系っていうのかな。うん、もう好きです。とかワインレッドとかも好き。だから多分今までエコラブが全員原色を着てるっていうことはなかったから、なんか新しかったんじゃないかなって思いますね。平畑さん似合う、ありがとうございます。そう、今着てるのも濃いめ、薄めも可愛いんですけど、そう可愛くて好きなんですけど、濃いめなんだろうね、なんでなんだろうね、映える。平畑さん可愛い、ありがとうございます。一番好きな衣装、自分の衣装で一番好きな衣装はウォンチュー好きですね。ウォンチューとカメオも好きです。お魚さん流れ星いっぱい、ありがとうございます。あとなんだろう、ウォンチューは短パンだから好きっていうのはあります。そう、短パン好きだから制服って感じの衣装出てほしい。制服は桜の制服以来出てないかな。あとなんだろうな、何の衣装好きかな。あ、背伸びも好き。背伸びはあれ青、割とまあ原色に近い青だったかな。青、背伸び、あんまり私青のイメージないと思うんですけど、そう、あの青好きだった。濃い色がここに来たので嬉しかったです。ここが濃い色だと映えます。何なんだろうね、顔が薄いからなんか分かんないけど、あれ好きです。がっつりセーラー服、あーセーラー服はそれこそ手遅れコーションのセーラー服しかないよね。青はさ、自分なんか可愛いと思うんだよ。青の洋服可愛いと思うんだけど、ああいうパキッとした青なかなか自分で買えないよね。なんかどうしようってなっちゃう、どうやって着ようってなっちゃう。可愛いのいっぱいあるのに、まあこれ欲しいって思うんだけど買えない。勇気が出ない。うん、薄めの色だと顔周りがぼやけちゃうタイプなの。うん、そうかもしれない。そう、なんかパステル系は好きなんだけど違うのかもしれないね。めっちゃ好きなんだよパステル系。そうですね。代理の衣装も黄色で可愛かった。最近全然着てないね代理で着てない。なんか意外とさ、クリスマスシーズンになると僕クリの衣装とか、この前もズルズル着たけど、ダイリリって着てないね。ウォンチューも着てないけど、確かにパーソナルカラーはね、わかんない。個人的にはイエベだと思ってるんですけど、ブルベって言われる時もある、メンバーとかコメントとかで。ブルベ似合う、ヘブンさん、トントイ、ありがとうございます。白い洋服とかも好き、好きなんだよ、好きは好きなの。よいしょ、
でも最近は買ってないかもしれない。最近は結構好みでめっちゃ買ってる気がする。うん。なんかメイク自体はどっちもなんかメイク映えする顔だねとは言われる。うん、ブルベ夏説。そう、夏とかはちょっと難しいんだけどさ、ブルベってことは青みピンクの方が似合うってこと？夏とかが分かんないんだけどさ。パーソナルカラーは何も知らない。そう、アイライン好き、ありがとうございます。アイライン今日は太めです。でも朝よりかははっきりしてるんじゃないかな、目が。うん。ですね。何もね、私もあんまりわかんない。引き方綺麗、ありがとうございます。アイラインはね、引くの上手くなりました。やっぱりなんかやってくうちに綺麗になったのかもしれない、いろいろ試して。夏が明るめに合って冬が原色に合います。なるほど、明るめが似合いますか。ね、見せようと。明るめって何、白とか。レオちゃん、キュンキュン。おっちゃん、かわいい、ありがとうございます。ゴブの服です。このまま帰ってきました。今日はいつもそのまま帰ってきたのってコメントくるけど、今日はこのまま帰ってきました。上着着たけど、この上にさすがに寒すぎてダウン着た。白はもうブルベ夏の味方。なるほどね。今日のだから4部のお洋服がぴったり合ってるってことなんかな。ポーチさん、服ありがとうございます。今日そのまま帰ってきたんだろうなって思います。このまま帰ってきました。今日着てるトップスが思ったより丈短め。そう、丈短めだからハイウエストのズボンでギリ出ないって感じ。手上げたら出ちゃう。そう、ギリ出ないの。ほら、ギリギリ出ないの。よくない、この丈。足長に見える。ギリ見えないんです。これ私服です、衣装じゃないです。こうやってピースとかすると上がっちゃう。すぐピースしたがるけど。じいちゃん好き。今日間違えてさ、じいちゃんのことジャージって言っちゃってさ、絶対違うじゃんね。ああとね、今日ねめっちゃ声聞こえない方何人もいたんですよ。問い合わせてください、お願いします。問い合わせしてくれたのかな、わかんないけど。ヤンキーっぽいって。そう、あ、聞こえないよって言った、聞こえない方には。うん、でもみんなに共通して言えるのは、その声聞こえないことに関してね、しては、あのイヤホン、あの有線のイヤホンでここにマイクついてる方、あの、わかりますか。方がその声聞こえないよって方は多分ほとんどそれだった。だからイヤホンちゃんと刺さってなかったのかなと思って、わかんないけど。そう、それで聞こえる方もいるんですけど、聞こえない方は大体その有線イヤホンでした。ワイヤレスなら今日は大丈夫だったと思う。だからちゃんと刺さってなかったのかなって思う。みんなその感じだったから。
そう、刺さってないことある、わかんない、刺さり具合が、そのなんか DS のカセットみたいにフッてやんなきゃいけないかもしれないしそう、一回のえみちゃんの話し会でさ、ちゃんと刺さってなくてそうなったことある。そう、ありえますね。そうだから有線の方はちょっと気をつけてください初めてのお話できて嬉しかったよって、私も楽しかった、ありがとうございますなっちゃん。そうだから多かったかな、うん、聞こえない方は聞こえないよって言いました。なので途中で終わっちゃったかと思います。あれは自動的にさ、そのお問い合わせの方になるのかさ、自分で「え、終わったんだけど、え、どうしたらいいの？」っていう状況になるのか分かんないんだけどさ、うん、そう、ぜひ気をつけてくださいそう、途中になっちゃうからね、あー聞こえないってなって終わっちゃうから、何人か今日結構3、4人5人ぐらいいた、うん、お気をつけよう。そう、そうね、画面真っ暗で見えない、あの本当に見えない方見えないって言った方があの振り返りができると思うので。ベルファイさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。そう、オーダーリンの衣装どうやって決まったの？オーダーリンの衣装は衣装さんがですかね。七色さん、服ありがとうございます。衣装について私たちがこうしたいああしたいはあんまり言わないです。あのちょっと首きついのでとか言う時はあるんですけど、あんまりなんかもっとこれをこうしてこれをこうしてこれをこうしたいですみたいなのはないですね。そう、ちょっと肩落ちちゃいますとかはあるけど。七色さん、服ありがとうございます。チョコちゃんの聞こえないよう相手の方に聞こえ、あ、聞こえてると思います、多分。え？みたいな感じの顔してたと思うから多分聞こえてると思う。え、聞こえてなかったら急にさ、あの強制終了みたいになっちゃうってことよね。チェケさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。トッシーさん、星ありがとうございますイヤホンと直接スマホの人ってどっちが、あんまりそこまで見れてないですね。今日 なんか今日多いなと思ってそういう方を見てたら、あ、みんな有線だって思いました。衣装さん、私服のアドバイスもしますか？いや、しないですね。あ、多分聞いたら、あのこうやって合わせたらとか言ってくれる、くださると思うんですけど、うん、お魚さん、キュンキュン、ありがとうございます。うん、です。他のメンバーもラグあったみたい。あ、そう、結構ね、今日はね、バイバーイって言われてから、だからあと何秒です、違う、あともうすぐですか、もうすぐ終わりますが早かったのかな今日、わかんないけど、バイバーイって言ってから結構時間あるかどうかったそう、わかんないけどそうなの、そうだから早かったのかわかんないですけど、不具合なのか早くなったのかわかんないですけど時間ですって出てからいつもより早なせた気がする、回によって違う、いやそれは今回初めてだったから、今回からそう新しくしたのか、それとも不具合なのかわからないです。2月になってみなきゃわからないそう、でももしなんかこう、まあ出るのが早かったとかいうのは無理だと思うけど、画面が見えません、声聞こえませんとかいう方はぜひあのお問い合わせしていただけたら嬉しいです
一枚出しだと挨拶した瞬間時間ですって出ることある。まあそうだよね、しかも時差とかもあるからね、ラグ、ラグとかもあるからですね。滝子さん可愛すぎるのだが問い合わせしようからあのもう来ないでくださいって言われちゃうかもしれないよそのお問い合わせしたら私もしょこちゃんを TikTok でバズらせたい。ありがとうございます。倍可愛くなりますね。3枚ではちょっと足りなかった。ぜひまたお待ちしてますうん、フォーチュンそれそれなーって書いてくるかもしれない。おもろいそれはありがとうございます。お話し会初めての人ってパッと見で分かりますか？分かる。例えばあパッと見は分かんないね。前に何年か前に握手会行きましたっていう方もいらっしゃったし、それはパッと見分かんないんだけど、前日とかにショールームとかで明日初めて行きますって言ってくださって、その名前で来てくださったりすると、もうすぐあ初めましてとか、名前の隣に初めてですとか言ってくださると分かります。うん、今日2回目の方2回目ですってしてくださってたりとか。そう、そうね。パッと見で、いやパッと見で逆にだから2回目以上の方はすぐ分かるから、パッと見で「あ初めましてだ」って分かるようにはなりたいけどね名前日によって違うね。違った、つわーんみたいになってたお話し会に数え、次のお話し会に数えて名前いる何回目って。そうね、握手会できなくてもなんかトーク会みたいな感じでもいいからね。なんかオンラインじゃなかったらいいよね、楽ないし。ねえ。ヘブンさん、キュンキュンありがとうございますね。早くお話ししたいです、直接ね。まあオンラインはオンラインでいい、なんだろう、いいところもあるんですけど、地方の方が行きや来やすいっていうのもあるし、あるんですけど、やっぱりもともと直接会いに来てくださってたから、だからすると物足りない感もあるかもしれないよね。逆にレアかもしれないけど、お家から逆になんだろう、ペットを見せれたりとか、グッズをいっぱい見せれたりとかあるかもしれないけど。おっちゃんキュンキュンありがとうございます。あ、今スペイベ申し込み、あそうだ、スペイベの申し込みが31日か、明日までです。ぜひ申し込んでください。あとはなんだっけ、ブブか、なんだっけ、あれブブカだっけ、ブブカか、ブブカだ、ブブカのチェキの応募が明日までなので、よかったら申し込んでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしく、チェキ、当たるといいなーって、ぜひぜひ皆さん申し込んでいただけたら嬉しいです。ブブカはそのチェ最後の方にチェキのページみたいなのがあるんだけど、その右下ぐらいにこう応募券みたいなのがついてるので、それで申し込んでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
チンパンジーさん、初見こんばんは、ありがとうございます。スペイベも、スペイベ個別撮影会、あとは直筆サイン入りポスターとか、何があったかちょっと忘れちゃったけどそういうのいっぱいあるので、よかったら応募してください。 CD 買ってくださった方は全員ついてると思うので。トッシーさん、キューピッドクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。 A から C タイプかな。竹広さん、ゴーゴー、ありがとうございます。もう、もう、あ、2222だ。あ、あとね、7秒で222222になる。はい、222222。謎のゲーム。222222でした。あの、2228になったらランキング読みます。謎のゲーム。やってた一人で。やばい、明日、明後日、明後日で2月になるんですか。やばいね、明後日2月になるんですか。10秒の時差、10秒もあるんだ。ジョーカーさん、服ありがとうございます。平和田さん、服ありがとうございます。恵方巻き何味食べ、あ、かんぴょうとかが入ってるやつがいいです。あうちゃん、ふくありがとうございます。やばいね、2月になっちゃう。ちびたんくさん、ふくありがとうございます。早いよ、早いですね。あっという間に2月になってしまいます。本日2回目の加湿器給油しました。私は朝からしてません。家出て帰ってきてショールーム。やばいよー、アキラのためにもしなきゃね。4月にまた会社に後輩が入ってくるのか。頑張ってください、先輩。今年もあと11ヶ月もう1ヶ月終わったの、やばいね。4月から専門頑張ってください。本当に20歳になってから時の流れが早いです。もう次21とは思えない。20の時あんな、あ、20だーって思って、まあ20は21になるとちょっとなんかそんなに喜べなくて、20までかなとか思うのでとか言ってたくせに、もう21になっちゃう。もう21の方が近い、誕生日早いねー。大学も後輩入ると最初めっちゃおごらないといけないからしんどい。そうなの？そうなんですか？大学、まあ大学によるのかな、わかんない、サークルとかなのかな、わかんないけど、頑張ってください。20過ぎた病でね、やっぱみんなそうなのかな、よくわかんないけど、なんでそんなね。あ、そうだね、今日最終審査、私何も知らない。皆さんと同じ状況です。ショールーム見たけど何も知らない子です。ヒッキーさん、服ありがとうございます。なっちゃん、キュンキュンありがとうございます。のゆみちゃんにおごったりした、一緒にご飯行ったメンバーは何人かいるけど、そんなになんかめっちゃ行くわけじゃないからね。あっという間に30、やだー、30は早いね、まだまだだと思ってる。30になった私にこの映像を見せてください。まだ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 ですか。21だね、やばいね、ビビるわ普通に。普通にびっくりしちゃうわ。本当に店をぜひ見せてください。SNS は続けてください。そうだね、 SNS 続けたい。バブショコではないよね、もう。
まあすっぴんはさ一緒だけどさ。ねえ、アイドルでいてください。30でですか。30でアイドルでいるのかわからないですね。30でアイドルどうなんかね。あのとても人気になっていたら。ふっちゃん、ふく、ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。今日マジ大人っぽかった。やったね。ゆきりんさんは本当にすごいと思うよね。すごいよ。30で1期生、違う3期生か。でもさ、あの時代を過ごしているわけじゃないですか。常盤さん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。すごいよね。ヘイブンさん、キュンキュン、おっちゃん、服、ありがとうございます。すごいと思う本当に。あ、30の自分、さすがに結婚していてほしい。頑張ってください。すごいね、ゆきりんさんはすごい。30の自分が想像できないけど、でもなんか今の30歳って若いと思うんですよね。自分が20歳から見て30歳ってみんな若いと思う。え、思えません？みんな若くない？30歳ってなんかその AKB さん、元 AKB さんで30になりましたみたいな。え、30歳なの？見た目一緒じゃんっていう感じ。すごいと思う本当に。私の想像してる30歳はもうお母さんみたいな感じのね、だと思ってたの。びっくりしちゃう。自分がさ、やっぱ30に近づいてくにつれてさ、どんどん年齢がさ近くなってくるじゃん。大変だね。よね。だって30歳でさ、お母さんになってる方もさ、わあ若いなって思うもん。ポールさん、たまら、ありがとうございます。たまらららら。そうだからさ、すごいと思う本当に。私がちっちゃい頃の30歳とはなんか違う気がする。それはそうだよね、自分の年齢が近くなっていくんだもんね。28分、20、もう29分終わりたいと思います。明日早いので終わりたいと思います。まあ頑張ります。20歳も残りあと半年、楽しみたいと思います。自分がね、年が近くなってくにつれてみんな若いって思うんだなって思う。終わります。ランキング読みます。ランキングタイム。13位、翔子こしょこしょさん。12位、お魚さん。11位、デルファイさん。10位、たかひろさん。9位おっちゃん、8位あおちゃん、7位黄金さん、6位ヘイブンさん、5位七色さん、4位トンボ玉さん、3位バナナさん、2位トッシーさん、1位ひろしさんです。ありがとうございます。2列目、ちびタンクさん、浜優さん、しんやさん、てるんさん、いとぱんさん、メリダさん、藤江さん、ひろたんさん、ヒッキーさん、とっちゃん、アリスちゃん、ワッフさん、チェケさん、いまままさん、さくのんさん、ゆきだんごさん、たーくん、ときわさん、フィズニャンさん、ペンタさん、ともさん、クロさんです。ありがとうございます。1977人の方来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。そしてお話し会来てくださった皆さん、ありがとうございました。 SNS にはもう載せたので、よかったらチェックしてください。よろしくお願いします。今日はこんな感じでした。これゴブです。ありがとうございました。あ、2000人行きました。ありがとうございます。ということで、また明日お会いしましょう。バイバーイ。感謝、ありがとうございました。おやすみなさい。昼配信見てくださった皆様、ありがとうございました。よいしょこー。